あ、愛沢さん。はい。あの、ってまだおる。会社はまだ。まあ、僕今ちょうど出たとこですけど、多分岐阜かど元巣の方行って、多分打ち合わせでそのまま帰ってると思うんですけど。ああ、いやなんかさ、いやまだ全然、はい、全然疑いにもなんでもないんだけど、はい。確認なんだけど、はい。あの、がさ、まあ、これは確定したんだけど、今呼び出して確定したんだけど、はい。あの。なんかの物件でさ、15万ぐらいの案件なんだけど、はい、直接現金回収しとんのは、うん、で、まあいろいろ調べていくと塗料取りに行ってるもんだ、あいつ倉庫なんか入れんはずなんだわ、誰か手引きがないと、はい、ぐらいしかないなと思って、で、本人は喋らんかったんだけど、塗料は自分でもう会社から持ってったって言っとるの、それは認めとんの、で、高所作業車借りて塗ったって言っとんだけど、はい、だけど、まあ、結局医学、いや、塗った人じゃ無理でしょってこんなもんはって、まあ確かにそうだわなと思って、倉庫も入れへんもんで、セコムがあるで、はい、誰かが塗料用意したやつと、で、まあ、しては高所作業車でペンキ塗るのにね、あ、いや、もしかしたら一緒にやっとんじゃねえかなって、まあ違いは違ったらいいんだけど、で、これ調べは分かることだもんね、誰がセコム開けたとかさ、で、お客に聞きゃ分かるじゃん。そうですね。うん、で、まあ、今電話したら電話出えへんかったもんね。まあ、情報は入ってるはずだで。あ、まあ、謝るなら今のうちだぞって言わんと、あれかな。まだ何もそんな素振りがなかった。言われても分からんか。まあ、分からんわね。いやー、そら、だの、もうちょっと途中から鬱陶しがってる感じはすごい見えたんですけどね。その、しょっちゅう電話してきてて。愚痴とか言ってるのなんかもう早く電話聞いたがってるような感じは、まあ、席はバンバンやったというか、そのいうとこは感じたんですけど、特段仲がいい感じはしなかったですけどね。ああ、そういうことか。多分そういうことを頼まれて嫌になっちゃってたのかもわかんないですけど。ああ、そういうことね。トイレだけ持ってきて頼むわって言って。ああ、かわからんすけど。あんまいいや。今多分あれ電話かけていたでじゃねえかな、プライベート。もしもし、はい、だろ、はい、そうです。お前なんかちゃんと悪さしてないのかな。あ、作業手伝いました。お前手伝ってほしいって言われて、で、金相手が直接もらったの知っとんだろう。あ、なんかもらってたのは知ってます。なんでお前言わん、お前もクビだぞ。あ、すみません、僕、すみません、手伝ってほしいって言われてたんで。手伝ってほしい方は手伝ったら、ね、お前悪くないか。はい、悪くないか。いや、悪くないです、僕も。だろう。はい、ほんで、こんなもん、もう足場かけて直さないの、もう下塗り出たのこれ。いや、下塗り入ってないです、そこで、水性で塗っとんだろ、お前ら。水性で塗っとんだろ。いや、油性です。トタン？トタンです、はい。で、下塗り出てないんだろ。はい、うん、塗り直しだから。はい、お前、めくって塗らな、お前。はい、何やっとんだ、お前。すいません、釣り止めなくていいって指示で、僕もこうやって。てめえの社長か、これ。すいません、違います。お前悪くないんか。いや、僕悪いです。もう共犯だろうね、金もらっとんだろう。んで、はい、もらいました。だからいくらもらっとんだ。3万もらいました。たわけだな、お前、ほんと。はい、すいません。もういいよ、あ、もう愛沢さんと話して引き継ぎしとけよ。はい、すいませんでした。LINE、 あ、動画使わないでくださいって言ってる。え、 LINE 来たんですか。投稿はやめていただきたいです。ああ、7時50分、この事件が発覚する前だわ。事件の前だわ。もう今もうすぐ聞いてほしい。あ、もしもし、連絡あったか。今ですか。うん、LINE です。
とやっとんだろう。何ですか。そう、ここの物件のやつ、15万なんぼ。何をですかってお前、何この頃呼んで隠したんか。もういいよ、警察官に、警察官にしゃるわな。いや、隠してないです、社長。警察官にしゃるわ、隠してないでお前、ここで言わんかっただろう。はい。隠しとるかよ。俺に言わんかっただろう、お前。だから電話なかったって関係ないや。お前、バカな。本当のバカだ。一人でやったじゃないんだろうっていうことですね。何、どういうこと。社長がおっしゃってるのは、あの一人でやったんじゃなくて、あの一緒にやったんだったらそれを伝えとけよっていうことですね。自分がそれを誘ったので、それを言うのはちょっとできなかったです。どういうこと。あ、自分が仕事で、うん、だってお前が先に、いや、あいつ許されたやつもあいつもクビだから、お前が隠しとるもんで、バカなもんで。え、クビになるんですか。当たり前だろう。クビにならん。社長、僕が、手伝ってほしいっていうふうに連絡しまして、うん、僕が、お前が何も考えないとやるもんだろう、こうやって。社長、お前のせいなに決まっとるわよ。はい。あんなバカみたいなやつ、お前が誘って、お前単純なやつ、お前空気入れて手伝ってって言って、お前のせいに決まっとるわよ。誰が悪いんだじゃあ。お前、俺です、まさに。そのこと分かっとるって。お前だけど、お前物盗めよ、お前クビに決まっとるよ。それ許してどうやって許すんだって。金盗んだやつで、お前この後に及んで、お前動画捕まんでくださいとか、お前よう言えるな。もういいわ、顔も全部出したるわ。なるな、そうやって言うなら声も全部入れたるわ。もうそんでええか、お前守ったろかな思ったら、お前人が混んで、お前3万でええわって言って、お前事件にも死んで、お前謝らそんで許すって、グツ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 、お前ずっと嘘ついとったやつ許しちゃっとんのに、ここで。どんだけ甘えるんだって人に。お前のことも言い合えんもの、分かるに決まっとるやん。お前現場行きゃすぐ分かるぞ、お客に聞きゃ何人で来た、誰が職人来たと、も聞くに決まっとるだろう。動画使うぞ。まあ顔とあれは隠しとってあるもんで。アホだなお前、本当にアホだな。まあ、ありがとう。まあ、それとはもう話しとけ。喋ってんの。もしもし。ランチ取った。あ、言ってなかったです。なんで。いや、何も言ってないです。話せよ。あ、はい。またお前、交渉作業所借りて行ったんだろう。2人で行ったの。はい。他の人間は入ってないの。入ってないです。材料は。あ、ちょっと。あ、キャッチ。キャッチ、ごめん。あ、ま、とりあえずあいつなんかやってて。はい、わかりました。何。あ、すいません。うん。あの、一応、あの、ちょっと伝えておきたかったのが、うん。でね、何の話がしたの？何が言いたいの？そう思っとるよ、そんでいいけど、じゃあ分かったよ。で、それも分かったよ。はい。真面目なやつだもんな、あいつ。はい。お前みたいなやつじゃねえもんな、嘘ついてやるやつじゃねえから。見とりゃ分かる、あいつ。分かったよ、ありがとう。はい。じゃあね。そう、あの、
うん、聞いとるて。お前が誘うが何しようか、お前あいつ折れるわけないだろう。ちょっとみんなも折れんだろう。あいつも折れんぞ。本人に聞いてみろって。金盗んだのみんなに知り渡るんだぞ。折れるかあいつ会社に。そんな大企業じゃねえかよお前。それを動画では見せてもらって進んでいったっていうのを見せてもらって、僕だけ一人で聞こえん、声が聞こえん、声が聞こえんって、声が聞こえん。それを後から僕知って、その社長から電話来た時、こういろいろ引き継ぎとか話してた時に、その名前を出してるっていうのを初めて知って。どういうこと？引き継ぎって何？昨日相澤さんとかと話してた時に、なんかその保証書とか領収書をなんか出してないっていうのを聞いて、で塗り替え道場のその名前でやってたっていうのは知らなくて、僕完全勝手に取ってきたやつを、個人でやったやつを僕手伝ってって言われてたと思ってたので。それは塗り替え道場として集客したんじゃないと思ってたの？あいつが勝手に知り合いかなんかに頼まれたやつをやってると思ったの？もともとは塗り替え道場で、その多分来たやつですよ。そのなんか不動産とかに声かけてやったやつっていうのはしてたんですけど、その後にその自分が勝手に自分で取ったやつだからっていうふうに今聞いてて、うん、でそれで、まあ、お金払うからやってほしいって言われて、うん、で手伝いました、うん、でそれはいいんだけど、お前さ、そのもう言ったけど、はい、電話でもお前喋ったけど、はい、お前じゃあ直接やっとったら何悪くないと思ってんのお前？いや悪いです。いや僕手伝っただけですって言っとったよな電話。はい悪いです。二階堂さんの社員どういうこと？お前胸張って、いやそれ僕分かんなかったですって、あいつは直接やっとると思いました。はい、悪いねえと思ったの、まあ、犯罪だぞ。悪いです。警察来たら犯罪だぞ。はい、直接だったら悪いねえのか。いや悪いです。そのどっちでもいいや別に、領収が出るか出るかみたいな。はいちゃう？そうです。だろ？はい。もうそれお前、いや僕も本当死んなかったんですよ、でも僕悪いことしようっていう認識ないの？いやあります。なんでやったの？細かくちょっと説明してくれ。どういう経緯だったの？俺もあまり内容知らんで。その作業する前にから電話があって、うん、その作業あってお金払うから手伝ってほしいっていうふうに来て、うん、で電話で、ね、はい、うん、で僕もいつだ？それが、まあ、本当は俺お客さんのところ行かなかんで、今日明日行くって書いてあるってことだし、はい、彼に入ってるだろう、謝りに行くもんで、はい、まだ事情知らんで、はい、お前の言ってことは違って本当に付き合いつきやすいよ、はい、で1週間前ぐらいに電話があって、その作業する前に、うん、で僕その「じゃあ手伝うよ」って言って、休みの日に僕も、ね、一緒に行って高所作業車を借りて、うん、で運転する人が誰もいないのでお客さんに運転してもらって現場まで、うん、でそこから作業して、うん、でその2回塗り、その上塗りのやつだけを2回塗ってほしいって言われて、うん、塗って最後お金回収して終わりました。じゃあお前が塗ったの？あ、2人で塗りました。これ作業所1台じゃん。手届くところは下で塗って、うん、これ作業所は僕免許持ってるん で、うん、でその上の部分は僕が運転車乗ってって感じです、うん、何塗ったの？壁はトタン？トタンです。でもさ、もう入れずに、下塗りも入れずに、はい、でもすぐベロベロめくれてくるだろう、はい、ベロベロになっとるだろう、トタンなんか。そういうトタンじゃないの？あれ昔のなんかサビサビになるトタンと、いや今ガルバみたいなめくれんやつあるじゃん。
サビサビにはなってないんですけど、そのお客さんが多分一回自分で塗ってて、うん、でその塗膜剥がれてる箇所はある感じでした。うん、塗膜剥がれてるところはありました。それね、一面塗装だけ。手の届くところ、ちょっと L 字でちょっと。アパートみたいな。戸建て？戸建てです。トイとかあるの？トイとか二重部がなくて、そこ。そういうのは触ってないです。あ、もう壁だけ塗ってみたいな。はい、正面の一階だけはお客さんがもうすでに塗ってて、うん、でそれ以外のところを塗りました。一日で。はい。どうやって2発塗るの？そんな。あ、朝一発入れて、でちょっと時間空けて乾いた時に。養生どうするの？養生自分でやりました。下の方。はい、あの日差しとあとあの窓下もマスカーで養生して。やりました。塗料は？塗料が持ってきたやつで塗りました。会社だろ？でも会社です。あいつなんかお前倉庫入れんがや、どうやってやるの？お前が出してるしかない。いや僕出してないです。あの多分プリウスに詰めたんで、この最後やめるときに持ってたってこと？じゃあそんな前から決まってたってこと？もうその話は結構前から僕でも知ってました。そういう仕事があるっていうのは、あ、もう働いてる時から言っとったんかい。ぼやっと言ってて。あ、じゃあもう辞めても辞めんでもやるつもりだな。じゃああれ、そうです、そういうことやな。でちゃんと話が決まったのはその1週間前ぐらいで、僕に連絡が来て、なんかもう直接ずっとやり取りしとったら、ね、会社ではボツにしとるもんだよ。お前意図的だね、あいつな。意図的じゃないみたいなことでずっとバカみたいに喋ったけど、おる時からもう企んどったんか。お前セコムとか調べれば分かると、はい、全部開けた履歴出るぞ。お前出しとんだったらお前言わんと。あ、出してないですか。別にそんなことでお前弁償させるとか、はい、そんなないぞ。あの本当に出してないです。ほんと、家庭があんのに、まあ、アホやろ、バカな小遣い稼ぎに、はい、やろ3万円。もう仕事決まったのか。あ、とりあえずあの地元の塗装屋に入ります。塗装屋？現場で塗装屋の、はい、ペンキ塗り屋の、なんでよ。塗装塗るの楽しいです。それ意味わからんわ。まあ足るんだってもあかんしな。家庭、子供多いの？子供います。まあ、給料渡すもんね、はい、払ってけよ、はい、手直し分は払わせるぞ、はい、でも全部は払わんでいいけど、その3万円だけ置いてけよ、はい、でまあそんでもうチャイでいいもんで、はい、まあ、ちょっと全部取ったぞ、はい、全然だけどまあ、いや、お前も家庭もあるし、すいません、給料一回渡すもんで、そこから3万円、まあ、もらった分でいいわ、もう、はい、遊んで、まあ、それ以上はもう言わへんもんで、はい、やって、まあ、あとはもう本当にお前自分見つめて、お前もちょっと、はい、そんな目の前のからもう仕事なんか覚えて、一生懸命やったらみんな稼げるのにさ、目の前のことだけでしょ。多いよな、もな。だから転々とするんだろう、会社。ちゃう、はい、お前も変わらんがや。はい、で、うち来て、楽しい。いや、毎日楽しいじゃん、生活できんねんな。一生懸命やれよ、お前。はい、営業も、やるって言ってやっとだよ、最初。はい、目の前の今日稼ぎたいばっかだもんね、みんな。 OK、わかりました。はい、うん、まあ、何車とかああいうのか、それやったの全部。あ、今日です。ほんで、どうやって帰るの？あの、迎えに来てもらいます。誰に？あの、嫁に。ああ、来てくれたのか。あとは準備ってやっといて。はい、わかりました、うん、すいませんでした。改善中。もったいないですよね、3万円バカで嫁からも信用失って。そう、そうだね。電話した段階では、うん、あのおったんですけど、うん、あの多分本人も、まあ、小遣い欲しさに直接現金でもらって、うん、で交渉した業者代だけ払って、うん、自分でやったと思って、たまたま違うことが出てきたんですよ、もともとは、うんうんうん、違う案件で、結構大きな案件でちょっとそういう噂になって、うん、辞めたやつが直接やっとるみたいな話になって、でこれちょっと
今までのお客さんというか、まあ、アポイント取ったやつとか履歴見て電話してったら、うん、今ちょたまたま15万円ですか、うん、あの払っていく正式にはいくらですか。払ったのは14万8000円。14万8000円、日本にはもちろん塗り替え道場としてやって、そうそうそう、要は僕個人だからちゃんと知ら茶色いような封筒で、はい、なんか一人、はい、ね、いや、なんかもしあの本人と、まあ、接さんとの話で、まあ、直接やりますわだったら別に、まあ、問題ないわけじゃないですけど、うん、会社通さずにちょっとアルバイトでやってっていうふうで、ん、保証とかつかずにっていう話だったらあれですけど、うん、ということは保証の話もされてるってことですよね、保証書とかへの。いや、それは別に何もしてないよ、うん、塗ってくればいいよって簡単に言っとるあ、そういうことですか。そうそうそう、あで領収書と何が欲しいって言ったんですか。領収書と何が欲しい。いや、それとかそのあれがいるら、はい、請求書。あ、請求書ですね。請求書これどうしたんですかね。多分本人たち錆止めも入れてないんですよね。多分高所作業者でやったんですよね。何を足場かけずに高所作業者でちょっとやったんですよね。うちもほとんどこれ自分で塗ったかもんで、これ錆とかあるのが入れてないんですか。錆は出ちゃう。あ、向こうか、はい、塗った方、はい、錆出んけど塗ったとこが過去塗った早さ10年15年になってるの、はい、これねめくれてきますよね、うん、それを剥がして塗り替えてもらった。はい、うん、もともとはその本人も現金で回収したときどうやって言ったんですか。現金でくださいって言ってきたんですか。いやいや、くださいとは言わんもんで、はい、なんか見合いの方に会社があると思うんで、はい、あの、あ、どうか、あの、若い人、はい、ね、ほんで、帰ってまた現金取り来るじゃかわいそうだって、はい、じゃお金持ってけってこうやって渡したわけ。ああ、そういうことですか、うん、見合いっていうのは、え、見合いに、いやいや、岡崎の見合いよ、あの川のちょっと手前で、はい、ホタルの国道15線に大きなあのホタルの看板が昔出とった、はい、出とるんか知らんけど、はい、あこの辺だら見合い中と、あの左の方前ですかね。それ今はもう店舗閉じとるんで、なんかそこら辺に会社があると言っとったもんね。もっと閉じた本社港区なんで、港区から今日名古屋の名古屋から今日1時間半かで、ああ、そっちにあってこっちが営業所っつったかな、何つったの。ああ、まあ、営業所があちこちある、ね、うん、分からんけど、ね、ああそうですか、うん、足場とかもついた見積もりとかももらってるんですか。何もやってないんですか。いや、足場かけるとね高いで、足場かけるな。ただ僕は本当に、まあ、本人たちにもちょっと怒ったんですけど、うん、やっぱ足場かけたってその多分ちっちゃい時は 4,5 万個なんですよ、うん、でやっぱり綺麗に削ったりとか、うん、洗いもできるし下塗りも入れるし、結局養生が、ね、自分とじゃね、この自動車を故障作業者ですね、扱うことができないと、はい、いうことで、はい、えい、なんか行かされたらしいですね。一緒に行ってくれんかなどういう会社だと思いませんでしたか。 そんな会社どういう会社だと思いませんでしたか。まあ帰りはあったら自分で返してこいよと、はい、車を、はい、そしたら帰り、はい、3時ちょっと過ぎぐらいに持ってきたもんだね、はい、もう早くやったなと思って、まあこれはたぶん一度塗るしかやっとらんなと思って。そうですよね、うん、でまあ本人たちは、まあ、まあ正直クビにしたんですよ。で本人はもう一人は辞めとったん で、ええ、でもう一人手伝いで来たやついますよね、ええ、あれはもう知らぬ顔で仕事しとって、ええ、でもう今日あの小さい軽油に乗ってきたよ、ライトバンみたいな2人で、はい、あ最初ですね、軽油に乗ってきたかな、はい、あれは、あの兄ちゃんは自分の車に乗っとったのかな。で、多分2人で一緒に1台で来て、そうだ、うん、で、多分そいつはまあちょっと職人経験があるんで、塗装の経験じゃないですけど、うん、取って、まあ、その小さい車に乗ってきた人は、まあ、プロみたいだったよ。いや、あの職人じゃないです。プロでもないから。説明。で、一応あの、現場の管理で働いとったんですけど、うん、あそうか、結局、まあ、こうやってお客さんがこういう話あるじゃないですか、うん、よく、まあ。よくあることって言えばよくあることなんで。うん、本人たちもまあまあ別に大げさにするつもりないで、ちゃんと謝ってけって言ったんですけど、まあ最初は隠しとったもんね、本人たちも。もうちょっと奥までやってくればよかったと思ったけどね、奥までやってないの。途中でやめとるんですか。普通ならちょっと奥まで塗ってくればいいと思うんだけどね。工事作業者が入らなかったんですかね。え、工事作業者が入らなかったんですかね。いや、入れんことない。うちは空いとるだもんね。そこの庭は、ちょっと頼みやね。まあ、警官と、まあ、あんまり言わんでもまあいいよ、まあ、そういう人間たちですからね、金こそこそ持ってくる、給料はちゃんと払ってるんで。大佐さん、あのちょっと見てきますんで、また一度連絡入れさせてもらいます。失礼します。はい、はい、すみません、失礼します。失礼します。お願いします。
視聴者の皆さん、今あれです、あの例のね物件に来ました。蹴りも何もしてないの、うん、すぐ寝れるぞ。でこっちだけ塗ったとことか、あの これ塗ってあるわ。これがもともとセスさんが塗った色だろう、うん、これは俺らが塗った色、これ一発だよ、したな。これ見て、あこれちょっとめくれてるところだけ塗って、うん、ほら塗っとるやん、うん、色も全然合ってないし、お前やな、めちゃくちゃやっとるの、こんなんでも塗りようがないなって、あ、めくれへんな。なんかあと3年ぐらいでめくれてきたら直しますぐらいしかできんよな、これめくれんもんな、これこれ作業所でやれるとこだけど、はい、今度後で来るわぐらいで来てないんじゃない、あ全部これ養生も何もしてないよ、全部飛んどるやん、うん、あれやな、これ養生してないな、これ、うん、下も全然行ってないじゃん、一日で終わんないですもんね、うん、4時も何もしんとなって全部ついてるやん、死んで拭いてる感じや、うわ汚い、うん、どうすんだこれ、あやな、そうマジでこれちょっとあんまりここまでって、校舎が入らなかったんだろうな、隣の敷地カリンと、パスだこれ全部透けとるじゃん、えこれな全部透けとるってか濡れてねえじゃん、でも白でも濡れるわけねえからな、これ全部だ、もうめくれてきてるよ、塗ったそばから。なんかこれ多分雨の日にやりました、なんかあボソボソになっとるな、硬化肥料ですかね、え硬化肥料ってどのようになる、なんか、油性に水入れたか、あボソボソになっとんな、超破棄かなんか持ってきて塗っとんだな、これな、うん、ここはもう、どかすぎる、うん、何もどかしてないよ、あるもんだ、色だけつけて金取ってる、詐欺だな、これホーム販売よりひどいことやってるやん、これ一日で塗りやんけど、塗れるわけないもんね、はい、はい、色つけただけやん、そうですね、しかも中途半端に、中途半端になこれただ何もケレモナムシンでも綺麗に2発塗って下塗り入れんくても、はい、綺麗に養生してやってああいうところに飛ばんようにして、はい、ちゃんと透けがないようにしたら1日は終わらんだろう、多分そうです、そうだよな、はい、これだってあの何で何ひさしの養生もあの死んでもっとんじゃん、ひさしだけは養生しちゃったかな、何も塗ってないじゃん、そうですね、何回も上がってない、足場が悪くなってない、何十年もそう決まっとんね、はい、青やろ、ゲバ吐きそうだ、気持ち悪い、はい、な見てるとな、気持ち悪い、もう恥の塗り方もな、はい、恥道場一緒は、はい、Oh!